文化祭2日目の滞りなく終わりを告げ、俺は10日を探しに屋上に来ていた。先生の許可なく屋上に来るのはダメなんじゃないんですか？生徒会長。千秋くん。今日くらい許してくれるわよ。ふーん。じゃ、俺もいようかな。何で屋上にいるかとか聞かないの？聞いてほしいの？意地悪。俺多分鈍感な部類じゃないから。恋人がなんで普段行かないところで、アンニュイな表情してるかくらい察しはつくから。アンニュイって、私そんな顔してた？少なくとも俺はそう感じたかな。それで？千秋くんは私の何を察してくれたのかな？去年のうちから知り合ってたら、もっと違ってたのかな。どう？お、すごい。なんでわかったの？俺が今そう思ってるから。10日もそう思ってくれたらいいなって。ちゃんと知り合ってから、めちゃくちゃ時間が経ったってわけじゃないのにこれだけの思い出を共有できてるなら、去年、1年の時に知り合って、付き合ってたら、どれだけの思い出を一緒に作れたのかなって。私も同じ。今年の文化祭は千秋くんと回れていろいろ初めてのことがたくさんあったけど、1年生の時に知り合って、付き合ってたら、これが2回目でもっと違う気持ちにもなってたのかなって考えてた。でも、多分これは後悔とかじゃなくて、もっと前向きな感情からのものだと思う。これからももっと千秋くんといろんな経験をしていけるんだなぁ、とか。10日の恋人ができたらやりたいことリストもやってかないといけないしな。そうそう。まずは手始めにデート行こうね。もちろん、次の3連休にね。それはそうと、体冷やしてまた風邪ひくとダメだし。そろそろ戻る？それもそうだね。あ、また私が風邪ひいても看病しに来てくれる？もちろん。ふっ、千秋くんならそう言ってくれると思った。あら、二人ともお帰り。千秋くんいつも10日ちゃんを送ってくれてありがとうね。いえ、俺もしたくてやってるので大丈夫ですよ。今なみゆみお帰りに俺も含まれてた気が。二人とも文化祭で疲れてるでしょ？夜ご飯はもうできてるから、お父さんもいるから早く食べましょ。あ、千秋くんも食べてくわよね？そうと思って千秋くんの分も作っちゃったけど。それなら前もって私に連絡くれればよかったのに。本当にそうよねー。もう千秋くんがいることが当たり前になっちゃってたから。その気持ちはわかるけど、千秋くんにも用事とかあるんだよ。大丈夫。用事って言っても家帰ったら夜ご飯作るくらいしかなかったし。せっかく作ってもらったのでごちそうになります。よかった。じゃ、二人とも先に手を洗ってきて。待ってるから。はーい。俺と10日は、10日のお母さんに言われるがまま手を洗いに向かう。10日のお母さんの手料理をごちそうになった後、俺は10日の家に泊まることになった。ごめんね。お父さんもお母さんも強引で。いや、俺はあれくらい強引な両親の方が楽しくていいかな。ほら、俺と父さんは仲悪いわけじゃないけどお互い積極的に関わり合うわけじゃないから。それって昔からそうだったの？昔はもっと距離は近かったかな。俺が父さんって呼ぶのも嫌がらなかったし。ま、父さんがそうなった理由も俺は俺で理解してるつもりではいるけど、肉親としてはちょっと寂しいんだよ。あ、今まで、聞いていいのかわからなかったから聞かなかったけど、千秋くんのお母さんって、もういない。離婚とかそういうんじゃなくて、俺が中学の時に亡くなってる。ああ、気を使ったりはしなくていいから。折り合いというか俺の中で気持ちの整理はついてるし、母さんとの思い出はなくなる前にちゃんと作れたから。料理とかもその間に教えてもらえたし、俺はなるべく10日に気を使わせないよう、いつもと変わらない声色でそんなことを言う。だから。って10日さん、俺の話を遮るように10日は俺を抱きしめてくる。あ。これは？私には、今も両親ともいるから、千秋くんの寂しさとか、たくさんのことをまだ理解してあげられないし、私は千秋くんの恋人だから、お母さんの代わりにはなれないけど、寂しかったりするなら、私に甘えてほしい。恋人として。そういうこと。わかった。これからはたまに俺も甘えさせてもらうよ。もしかして、千秋くんが私に手を出してこないのって、お母さんなくしてるのが関係ある？いや、全然関係ない。母さんのことは整理つけてるって。じゃあなんできっとも私に手を出さないの？そんなに手出してほしいの？もちろん暴力的な意味じゃなくて、不純異性交友的な意味でだよ。いやまあわかってるけども。ああ、千秋くんがそこまで私に手を出してこないと、私には魅力ないんだって思っちゃうな。大事でそんなことはない。10日は俺にはもったいないくらいの魅力で溢れてるから。ただ、俺がまだガキだから、自分で自分の責任を持てるかわからないんだよ。そう思えるってことは十分に大人なんじゃ？かもね。でもまだしばらくは不純異性交友はしません。ええー。そんな本当に他愛のない話をし、俺と10日は同じベッドで眠りにつく。翌朝、俺は10日に起こしてもらい、4人分の朝ごはんを作っていると。なあ、千秋くん。何ですか？昨夜は娘と。
10日とお楽しみだったのか？ RPG の宿屋の店主みたいなこと聞いてきますね。あと、別にやましいことは何もしてないですよ。いやーね、俺としては別に君になら安心して10日に手を出してもらって構わないとは思っているんだよ。ほら、別に悪く言うつもりはないが、かなりの日焼けをして、ガタイのいいとこの馬の骨フレンズに。ってよりかは、どこの馬の骨フレンズってなんだ？君のような相手と添い遂げてもらった方が親心としては安心なんだよ。生きてることは半分まともなんだよな。半分。まあ、俺はまだ自分の責任を自分で持てないくらいのガキですから。そう言えるなら十分大人だろ。真にガキな奴は自分のことガキと言ったり思ったりしないし。それは言えてますね。というか本当に親子ですね。いや、こっちの話です。話は変わりますが、そろそろ朝ごはんできるので、二人を呼んできてもらっていいですか？お安いご用。あ、千秋帰ってきた。お帰り。父さんまだいたんだ。ひどくない？一応ここ俺の家でもあるんだけど。いつもならすぐに出かけるから。これだけ長居してるの珍しくて、だから別にこれといった対話ないから。そこはせめてあれよ。それはそうと。それはそうとで置いておいてほしくはないよ。京也くんは。それはそうと、最近千秋の外泊が増えてるのはあれか？恋人とくんずほぐれつ的な。千秋ももうそんな年か。そうだよな、もう恋人いるもんな。違うが普通に。あと父さんは変な感傷に浸るな。父さん言うな。俺前から気になってたんだけど、お前ら親子って仲いいの？いいんじゃない？あうん、ぽいな。いろんな親子がいるんだ。俺らみたいなのがいたってなんらおかしくない。だろ。え？俺に同意求めてるの？俺と親子関係の奴がお前以外に誰がいるんだよ。ま、俺はお前ら親子がそれでうまくやってるならそれでいいよ。それから数日後の3連休の初日、俺と10日は初めてのデートに来ていた。お待たせ。テンプレど真ん中だけど、俺も今来たところ。それならよかった。なんていうか。二人だけでいるのが初めてってわけでもないのに、いざ、デートってなると。なんというか、緊張するね。そんなに身構えなくてもいつも通りって思ったけど、初デートって割と大事なことではあるのか。そう考えると俺も緊張してきたな。お揃いだね。確かに。ま、こんなところで緊張して何もしないよりかは、近くのモールにでも行く？そうだね。クレープあったらは結構する？あ、またしたい。いや、今度はたこ焼きって言ったし、今度はたこ焼きにしよう。俺は何でもいいけど、お昼前にたこ焼き食べて大丈夫？お昼ご飯とかもろもろ。うん多分、そういえば今まで聞いてこなかったけど、千秋くんはデートで行きたい場所とかないの？俺は特にないかな。それより10日の行きたい場所を優先したいし、俺は10日と入れれば楽しいから。あ、ありがとう。あ、照れてる。照れもするって。さっきみたいなこと面と向かって言われたら、それよりもほら、もうすぐでお店も開くし行こう。話すり替えられたか。もうちょっとからかいたかったのは黙っておこう。そんなこんなあり、俺と10日の初デートは始まるのであった。